皆さんこんにちは。今日のテーマ、担当過去も8割以上取る戦略というところでお話をしたいと思っています。まあ、いろんな場合で言いましたよね。担当の過去もさえ8割取るならば、もしかしたら論文受けるかもしれません。でこれは長年の経験上そうなんですね。1回で言った方で、主はやっぱ担当のボーダーが高いんですよ。8割以上、例えば9割とか56ぐらい取ってる方はパッとやっぱ行くっていう傾向強いんですね。でそれは多分知識があるからというところと、あとね、過去問だけやってるわけではないんでしょうね。じゃあ予備校の当例やったのでしょうかというと、そうでもないんでしょうね。で試験ってこういう段階になってるわけでしょ。まず35点ぐらいに結構人っているわけですね。あと36から38のボーダー付近にすごくいるわけですよ。でこの辺は多分観光担当中、過去問中心にやれたならなんとかなるんでしょうね。で一応受かりましたと。で39から42は多少これやって、当年やれば多分行くんでしょうね。ただ当年やってもそのくらいしか行かないんですよ。で目指してる点は48点以上で、そうしないと多分論文につながらないわけですよ。でこのためには何をやるかっていう点なんだけど、これを中心とした過去問を中心としたこの辺のところについてしっかりと理解できるかっていう点を勉強しないといかないんですね。分かり間違っても射程外で、この辺っていくらやったとしたって関係ないってことになりますからね。本当の予備校プロパーとか担当プロパーでコンビニ剤出ませんって言えば問題があるわけですよ。これやったとしたってあんまり意味がないわけだよね。じゃあ中止課題の過去問を含めてどうやって膨らませていくかっていう点なんでしょ。でこれは角度がやっぱ違うから解けないですよ。多分見た瞬間何乗何個聞いてるかって多分分かってるんだよね。分かってるんだけど止まってしまう。で聞く観点が違ってしまうからってことになってるわけです。ただね、これについては書面で聞くって極めて難しいんだよね。だってその人の顔を見て書面でいちいち聞けますかというと分かんないじゃないですか。じゃあ何がいいんですかというと、やっぱし口頭で、まあ問答形式で聞いていくしかないんですよね、ここは。だからやってみたいと思ってるわけです、問答形式のゼミで。これはすごくね、昔良かったと言われておりますので、やってみたいわけですよ。まあ、一応今回は自分のクラスでやってみようかなって今思ってるんですけど、ただ一般公開にしてくれと言われましたんで、ごめんなさい、1日ないしは2日にやっていこうかなと思っています。やるテーマは一つは相続ですよね。なぜ相続ですかっていう観点なんだけど、あの観点で法律っていうのは近いんだよね。特に一般法に近いんです。で特に弁理士さんって一般法弱いでしょ。でその考え方が全て通じるっていうのは結構あるんですね。だからまずその考え方を学んでもらいたいというか、理解できてるかをまず見たいので一般法ということになったわけです。あと2つ目、審判で、審判は一般的に弱いんだよね。したがってやるわけですよ。ただ審判だけやるんでしょうかというと、そうではもちろんないから、ね、で審判の中のいろんな点、ないしはそこから生するような審決取消訴訟等についての射程についてもやってみたいんですよ。だから審判やるということになってるわけね。あとは3つ目、やゆ関係、まあ、これは国際特許出願類型なんで結構出ますよね。条約との関係について見てみたいです。どのくらいできるかっていうところ、あと制度されてるかについて見たいんですよ。だからあとは未知の問題というところですね。まあ新しい問題含めてちょっと作ってみてやってみたい、ないしは面白いなと思った問題、まあ、特に論文チックな問題ってありますよね。でこれを聞いてみてやってみたいわけですよ。どのくらいできるかっていうところね。だから一番最後の新しい問題は論文チック、ないしは本当の新作ですね。でこれをやってみたいと思っておりまして、計4回一応やるんですね。でこれを1日と2日にやりますん で, でここでもしこの考えでできませんっていうのであるならば、まずいわけでしょ。多分39から42で終わってしまうかもしれません。でこの考え方を持ってもし分かるのであるならば、もっと上になるかもしれませんね。でぜひそうなってもらいたいのです。でそのためにはこの講座というか、まあジェブですよね、そこでやり方を学んでもらいたいというか、応答を見てもらいたいと思っています。でそこでその応答ができないっていうんだったら、多分直せますよ。2月もあるからね。でそこでしっかりと学んでいって直しましょうってことをやっていくのがこのゼミだったらしいになるので、ぜひね、見てもらいたいかなと思っております。